オクテットチャンネル。ギークのね、キャップをちょっと初開けてみましてね。これなんかすごいシックでかっこいいですね。だよね。うん。なんかこの生地のこのコットンの光沢と、うん、渋い、あ、渋いね、この刺繍も。そう、うん、あのね、これに白ベースのやつも入れてるんだよ。ありますね、もう入ってますよね、あれは。あと、まだネット上がってないけど入ってる、で毎年まだ出るんだよ、それは。まあそうです、定番で。と、あとアイコン、はいはいはい、のやつですね。と、あとはなんかちょっとロゴが毎年変わるようなタイプのやつ、とその3パターンが大体ね、毎年あるんだけど、その中の、ド定番の中の白黒じゃなくて黒黒の。あー、なんか生地がシックだな。ねえ、これいいっすよね。なんかこうデニム、実のね、真っ黒デニムと同じような雰囲気持ってますよね。そう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 、はい、ね、これね、ちょっと見えるかな、これディーン&ダン。ああ、あれか。ね、デザイナーさんも。デザイナーさんか。そう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 。なるほど、なんかこうね、寄りすぎてないけどちょっとモードな雰囲気もあるね。うんうんうん、そうそう、光沢がすごいな、ね、いいっすよね。そう、ブランドの主張もそんなに、多分被ってたら分かんない、そんな分かんないと思うんだよね、うん、で、あ、ディスクなんだみたいな感じは あるから。でも形綺麗ですよね、ディスクの。頑張ってください。でもね、キャットあんま僕、あんまってか被んないんですよ。僕ですね、全くと言っていいほど被んないんだけど、ロン毛を目指してるんで、もう十分じゃない。確かに。もう結構ロン毛だよね。うちに出てる出演者さんに全員ちょっと髪長いゾーンに入ってます。え、そう？ん？ナチュラル。無造作ヘアヘアって感じですね。僕はなんだ。韓流スター。韓流スターであってんの？わかんない。そんなに K-POP があるから。K-POP 感はあるね。あるか。K-POP 感はあるね。髪がってことだね。髪が。うん、おお。こういう感じ。あ、でも似合いますね。なんかアーティスト感がすごい。クリエイティブワーカーって感じ。こんな感じかな。うん。はい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 。いいじゃん。こんな感じです、ね。わあ、かっこいい。クリエイティブワーカー。ちょっとジャケットはないな、これって。そう、まあ、うん、確かに。いや、なくはないですけどね、あれとして。そうそうそう、うん、おしゃれとしてなしじゃないけど、うん、なんか違う。雰囲気的にちょっと違いますよね、うんうん。まあ、でもこの感じがちょっと良くて。ああ、かっこいい。はいはいはい。でもライダースにこれとかもいいよね。ライダース。ライダース。良くない？確かに、多分この色合わせだったらね、まあ、真っ黒になるだけですけど、ね、まあまあシックだしね。シックで、はい、かっこいいですよね。すごいいいかなと思って、これちょっとダメージとかね、若干入ってる。ちょっと入ってるね、ちょっとだけね。だからそこもなんかもっと使ってたら多分柔らかくなって、なんかボロボロになってって、うん、っていうのがすごい。なるほど、いいね。経年変化がね。経年変化、エイジング、はいはい、って言えば聞こえはいいけど、まあっていう感じですね。ですね。そうで、これであれなんですよ、髪後ろ縛りたいんですよ。あ、でお団子をここに出したい。なるほどね。っていう、ちょっとやれるかな。あ、これ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 、こういう感じ。ああ、かっこいい、かっこいい。このね、はい、お団子出す感じ。なるほどなるほど。あ、いますよ。いるいる。いますか。うん。結構かっこよかったんだけどな。でもそれかっこいいですね。そう、この感じがすごいね、やりたくて。うんうんうん。VI って髪の毛何色？ VI は黒か金髪。ビッグバンの中では。正直、髪短い時の僕みたいな、うん、ああ、なるほどね。あれ、あ、めちゃくちゃ見せたいんだけど、隠す。ああ、
こういう感じだよね。そう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 。こういう感じ。え、も結構ありだと思うけどね。そういうテイストの時は。あ、かっこいいじゃないですか。ね。うん。これならかっこいいわ、確かに。ほら。いけるいける。綺麗め好きでもいけるんじゃないですか。あ、これは確かに案外ありかもしれない。ね。はい。そう。なんか形も。こうね、形がね、いいんですよね。いいんだよね。なんならちょっと頭の形ね、綺麗に見えますよね、これ。間違いない、間違いない。でもなんか、あれなんだよ、形も、モデルによってちょっと違ったりも若干するときもあって。あ、そうなんですか。そう、ベースボールキャップみたいな、ピッてやつもあるし、こういうちょっとカーブしてるやつもあるし、ギューンって長いやつもあるし、みたいな。こういう感じですね。ね、欲しくなったでしょ。僕は多分アドさんが使いこなせますよ、僕より。そっか、これは、はい、そっか、うん、まあそんな感じでこれ何、一応紹介でいいのかな。いいと思いますね、うん、まあそんな感じでね、うん、ちょっとリスクのキャップゲットしてみました、うん、はい、ということで、まあこれ以外にもまたアイコンのやつ、アイコンの白黒と、うん、アイコンの黒黒、おお、とディスクの白黒、もう楽しみですね。ディスクの黒黒。もういっぱいあります。いっぱいある。はい。6種類ぐらいあるかな。あ、結構ありますね。結構あるんで、また後日入ってくるんで、まあそこはね、おいおい。本物ね。はい。紹介できたらなと思っております。はい。はい。